中央研究院中央研究院天文及び天文物理研究所中央研究院天文及び天文物理研究所中央研究院天文及び天文物理研究所は天文学と天文物理学を研究する台湾の研究所中央研究院を構成する研究所の一つであり中央研究院が南京にあった時代の天文研究所をその前身とする現在は 国立台湾大学内の天文学、数学ビルに所在する。1928年の中央研究院設立に当たり、航労、を初代所長とする天文研究所として南京に発足した。中央研究院が台湾に移された際に天文研究所は一緒に台湾に移動しなかった。1992年、中央研究院院士の林家明によって天文。 および天文物理研究所として再設立する権威がなされ、中央研究院評議会を通過した。1993年には天文および天文物理研究所の準備室が設置され、2010年6月1日に正式の研究所となった。中央研究院天文および天文物理研究所は、台北市の国立台湾大学キャンパス内にある天文学。 数学ビルに所在し、ハワイに電波天文学の設備とオフィスを置いている。2004年には国立聖火大学に高等理論天文物理研究センターを開設した。中央研究院天文及び天文物理研究所は太陽系、恒星形成、銀河及び銀河団、宇宙論などを研究しており、アメリカ合衆国との協力のもとに宇宙マイクロ波背景副社アレ。 大イビエンセイ計画、サブミル派干渉計画を進めている。2005年には日本の国立天文台、韓国天文宇宙科学研究院、中国科学院国家天文台とともに東アジアにおける国立天文機関の協議体である東アジア、中核天文台連合を設立した。同年より地理のあたかま砂漠に電波望遠鏡群を建設する。 アルマ計画にも参加している。国立天文台ニュースナンバーワン43誕生。東アジア中核天文台連合。国立天文台。2014年6月12日閲覧。台湾も参加宇宙観測国際プロジェクト指導。中央社フォーカス台湾。2014年6月12日閲覧。ありがとうございます。